電車で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  Go 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 電車で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  Go 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 電車で Go スケルトンパープルコントローラータイプ2というわけでね、今から20年以上前かな、2001年に発売された電車でギャオープレイステーション2対応のコントローラーになります。スケルトンパークですね。これね、私が学生の頃に買ったものなんですけど、ちょっとね、実家を整理するときに来たんで、せっかくだからね、ちょっと今上位状態になってるのかって含めて見てみようかなと思ってます。はい、懐かしいですね。昔走ってた、中央道線が、今確か、山手線の旧型が入ったのは確か違うんですけど、今確かこの車両はね、三橋線で走ってると思います。懐かしいですね。プレイステーション版の電車でもやった方だと分かると思うんですけど、プレイステーション2版でめっちゃ進化したんですよね。何この綺麗さって感じでね。今さらにもっと綺麗になっちゃいましたけどね。これから20年。当時ね、2000年前後頃、一大ブームになったんですよね、電車で。懐かしいですね。その前はこんな感じですね。はい。中央線の古い車両とかも、はい、ありますね。うん。はい。横はこんな感じかな。うん。はい。反対側はこんな感じですね。手柄は同じかな。そうだと思います。まあ、さすがにね、ちょっと、倉庫に関してはちょっと潰れちゃってる部分もあるんですけど、じゃあ開けてみますか。今これ中身どうなってるんですかね。ちゃんと当時の自分の感じが少し、まあ、汚れてるみたいな。はい、お、うん、ちゃんとね、綺麗に保存してましたね。うん、でこれペダルですね。袋はね、なんかもうちょっと古くなっちゃってバリバリって感じなんですけど、これで、ね、足で踏むんですね。ちょっと現在ですね。で、接続はなんかこういうオーディオジャックみたいな感じになってるのかな。今だったら多分 USB 端子になるでしょうね。あとは多分本体、コントローラー本体だけだと思うんですけど、そうですね、あとは何もないですね。で、さすがに袋がやばいですね。20年以上経過するから結構あるらしいです。おう、うん、学生の頃に遊んだら多分これ一度もここから出せなかったんで、結構ね、物が綺麗になる。こっちはあれですね、プレイステーションの USB 端子です。接続するケーブルですね。であと、車内信号灯とかもありますね。あとは A、B、C、D のボタンがついています。スタートセレクト、まあ、十字ボタンっていうのかな。であとは、マスコンとかですね、ついています。で、どうですかね。あ、警笛ペダル用のやつはここについてプレイステーション4で電車でGO出たんですけど、それで使えるのかな。まあ、使えたら使えます。
シャルボコンテナ